おはようございます。大連です。はい。郵便屋さんが荷物2つ持ってきました。U パック。個人情報。よいしょ。個人情報。すいません、止まってる。プチプチ。ホビーランドプチさんから。まだある。あまり亀ポジが良くない。くるくる。はい、1つ目。DT 加藤の7010の3番の DD54 の初期型お召し器。大山を買った時に一つ普通の DD54 は加藤のやつ一つ買って、まあトミックスはね昔から DD54 タイプっていうのが出てるけどね、DD54 2両目初期型お召し器ですね。手すりがちゃんとこうついてる。初期型とか何時型とかの違いがこれは分かりづらいけど、2つ目いきますか。どうも OK。 プチが高く買います。鉄道模型フェスティバル、あイベント行くとさ人がうじゃうじゃいると嫌いなんだよな。よし、で2つ目。駐車場はないし、人はうじゃうじゃいるし、イベントって大嫌い。よいしょ。イベントじゃないとこで普通に買いたいね。2010の1番加藤の DD54 のブルートレイン圏域って、あれ何時型、これ5時型だっけか6時型だっけかな。普通に何時型って書けばいいのにな。ブルートレイン圏域って書いて、これは結構分かりやすいね。
パンタグラフが壊れる心配がないからいいね、うん、これは分かりやすいよね。窓の部分がこうエッチゴムになっているわけだもんで、普通のやつだとこうなんかサッシというかね、窓の部分がこうあの EF58 のね前見たくこういう風になって、うん、はいはいはい、結構特徴がある。ブルトレ圏域だけこうね窓が違う、あライトの位置も違うね。こうね普通のやつをこう上にこうに窓の上に日灯あるけど、ブルトレ圏域をここのところがこうライトがヘッドライトとテールライトがあるわけだね、うん、フィルターの横のフィルターの部分もちょっと違うね。ブルトレ圏域の方がここの部分がフィルターがない一つこう少ない感じだね。こっち側ここにフィルターがあるね、こっち側はないと。両サイド両サイド、はい、あメシ圏域はこのアーノルド・カプラの色も違うわけだね、うん、なんかこれで福知山線とかあの山陰本線のね20系時代の出雲をね牽引させると結構様になるわけだね、うん、昨日あの静岡の模型屋さんにあのトミックスのね発売予定の出雲2号3号かなあれを、基本と増結、うん、基本が8両で増結が2両の10両編成なのかな、うん、それを予約しました。まああれ14件になってからのやつはねもう DD51 だったと思うけどね、うん、であれねもう廃止前のやつだから、うん、はいはい、これがなかなか探しても見つからなくてやっと見つかって、まあ値段は中古だけどそんな安くないけどもう新品以上に高い感じだったけど変えてよかったです。はい、ありがとうございました。